ADHD で会話が苦手な理由4つ発達障害 ADHD ではその特性を背景に会話が苦手でうまくいかないことがしばしば指摘されます ADHD で会話が苦手な主な理由は次の4つです1話を聞くのが苦手 ADHD では不注意を背景に話をじっと聞き続けることが困難で相手の話を理解できず場にそぐわない失言が出ることがあります2話がまとまらない ADHD では不注意などを背景に話す内容があちこちに移り変わりやすく相手からはまとまりのない会話と思われやすくなります。3話を遮る ADHD では衝動性を背景に思いついたらつい相手を遮ってでも話し始めることがあり相手からは無礼と思われることがあります。4聞いた内容の理解の困難 ADHD ではしばしば APD 聴覚情報処理障害を合併し耳で聞いたことの内容が理解しにくく会話に支障が出ることがあります。